河端智之は、競輪選手、自転車競技選手。鳥取県伊古浦町出身。日本競輪学校第95期卒業。日本競輪選手会岡山支部所属。師匠は、竹本茂。鳥取県立倉吉工業高等学校を経て、同校の実習助手等の職に就きながら、レース活動を行い、2005年の、 全日本自転車競技選手権大会のスプリントで3位に入る。さらに2006年の兵庫国体ではチームスプリントで、2007年の秋田国体ではスプリントでそれぞれ優勝。その後第95期生として日本競輪学校に入校し、在校競争成績は23勝を挙げ、第10位。卒業後は岡山県の選手として、 登録を行い、2009年2011年2012年スプリント銀、メダル、チームスプリント銀、メダル、スプリント6位、スプリント8位、チームスプリント9位2013年スプリント17位、チームスプリント12位、スプリント24位、スプリント33位、チームスプリント、スプリント17位、チームスプリント12位、競輪3位、 スプリント優勝スプリント2位2014年スプリント41位スプリント27位競輪4位スプリント2位男子スプリントで銀メダル2015年スプリント37位スプリント30位レース競輪3位スプリント3位スプリント2位男子スプリントで金メダルスプリント38位2016年スプリント47位競輪優勝 スプリント優勝競輪11位、スプリント17位、競輪12位、スプリント16位、チームスプリント13位男子スプリント8位2017年競輪4位、スプリント危険怪我のため不参加競輪13位、スプリント31位男子スプリント。銀メダルスプリント2、スプリント15位、チームスプリント9位、チームスプリント11位、競輪13位。 スプリント13位、競輪11位、チームスプリント5位2018年男子競輪金、メダル、チームスプリント銀メダル男子競輪銀メダル、日本選手が同種目で表彰台に上がるのは1993年大会で吉岡実のるが同メダルを獲得して以来25年ぶり。男子競輪金、メダル男子スプリント9位なお、同予選5位。 脇本優太の9秒634は、中川誠一郎が持つ9秒702を超える5年ぶりの、日本記録スプリント22位、競輪10位、スプリント20位、競輪17位2019年競輪銀メダル。ありがとうございます。